どうも、くまちです。いよいよですね、ワードプレステーマシリーズ93回目になりましてですね、テーマシリーズ100回までカウントダウンになってきました。で、今回は、今ご覧になってます、アストラをやってみようと思います。こちらはですね、ウーコマースのストアフロントに適した、作りになりますということでですね、やはりこのウーコマースを使ったね、このテーマ、どんな形になるのか、今からね、ちょっとワクワクしてるんですけどもね。はい。やっぱりね、カートといえばウーコマースっていうぐらいね、ワードプレスの、本体のね、ワードプレスオルグの方は、何かとやっぱりウーコマースをおすすめしていきます。ということでね、和製のウェルカートもあるんですけども、それよりもウーコマースが、どのようにいいのか、そういったところも含めてですね、しっかり見てみたいかなと思います。やはりやな、その適用されるテーマが多いっていうところもね、やっぱりウェルカートと違うところなんですよね。ウェルカートが適用できるのは、三つほどしかなかったです。レスポンシブデザインではですね。で、そんな中で、ちょっと勝負になんないなっていうところをちょっと思い始めてるところなんですよね。ということでね、早速、こちらのね、専用のワードプレス用意しましたので、外観から新規追加で、アストラを検索してインストールしたいと思います。新規追加の画面に出てこないのかな？まあ、これなんかもね、昨日やったテーマなんですけども、もうこんな簡単に出てくるんですね。で、まあ、このアストリットも以前やりましたね。で、このアイルマグなんかもね、以前やったテーマなんですけども、残念ながらトップページには出てきませんので、検索してみたいと思います。はい、このようにね、検索したらすぐ出てくるというね。また、必須テーマがどのぐらいあるのかなっていうのをね、こう有効化しないとわかんないんですよね。ここがちょっと難点ですね。で、またこうやって、ゲットスタートっていうふうに出てきているので、まあ、どういうのが必要になってくるのかなって、こう、ちょっとビビってんですけど、はい。こんな感じでね、ページビルダーをセレクトしてくださいということでね、グーテンベルグは別に改めて入れる必要ないんですよね。はい。エレメンターなのか、ビヘイビアビルダーなのか、ブライジーなのか、ね。で、まあ、この間ね、エレメンターは経験させていただきましたので、今度はちょっとビーバービルダー、ビヘビアじゃないですね。ビーバービルダーですね。よく見るとね。これをね、ちょっと、入れてみたいかなと思います。もうプラグイン選ぶだけでね、本当に大変な思いしますからね。で、アストラスタートアップサイト、Your Library of 100 Plus Ready Templates。ね。
いろんなね、やっぱりページを、用意してくれてるわけですよね。はい。どんなテーマがいいかなっていうのをね、今こうやってスクロールしながらですね、見てるんですけども、このエージェンシーって出てるやつあるじゃないですか。これちょっと多分もしかすると有料だと思うんですよね。で、この、ペットサービスをね、ちょっと選択してみようかなと思います。で、ここにインポートサイトってありますので、インポートします。まあ、インポートしちゃうとね、それがひな型になってますので、都合の悪いところは、どん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 、自分自身で変えていけばいいと思うんですよね。はい。で、まあ、なぜこれを選んだかと言いますとね、このワンコがね、以前飼ってた、うちのビーグル犬に、似てる気がしてですね、ちょっと、ペットのページもいいのかなっていうことでね、一度ちょっと、カスタマイズしてみようかな、という感じで。結構インポートにね、時間かかってるみたいなんですけども、これでやるとどんな感じになるのかなっていうのが。まあ、ペットサービスっていうことなんですけども、今ね、こういう感じで、デモサイトが出来上がったっていうことなんですよね。なんかこういう形で結構ね、使い勝手ありそうだと思いますけどね。で、あとね、この辺全部自分用のもの買いのかなというところですね。カスタマイズを、やりたいです。今、気になったんですけども、アストラこれからテスルよりも先、テーマをちゃんと用意かなと思います。今ね、まあ、プレスに入ってるテーマ以外に、アストラがあるんですけど、これをまずしていく、にあたって、コテーマをちゃんと適用させて、テーマでカスタマイズしないと、アップデートの時に全部カスタマイズが消えちゃいますんでね。そういうことで、まず5テーマを作るんですけども、ガリガリソース書いて、やるってことは一切いたしません。初心者の方でも、あ、これ動画見てて、あ、俺でもできるって思ってもらえるやり方を取ります。で、まずね、ファイルをダウンロードしないといけないんですけども、プラグインを使います。私がカスタマイズしたものを配布してます。私のサイトで。で、この URL のアドレスを辿っていただけますと、無料でね、会員登録して、を購読することは、プラグインをいただけますので、していただきます。まあ、私前でね、この中に、自分のね、この中に置いて、こういうような、しちゃいます。まずはこういう、簡単にインできます。で、有効と、もう、今、スタイル状態です。これで、ガンいただきます。ですね、チャイルドってできてます。これを、で、入稿もありますけど、テーマね、オプション、これ今の、文で、オーナー。で、私の場合、すべてこうになるようです。ここに、YD が出た、このユーザー、プロフィールで、で、任務をブログ上に変更、
ニックネームされてないので、ワードプレスアイですね。私、ここで、ニックネームをカボで言って、6畳の熊八でるので、やってます。ね、名前は簡単でいい。アストラ、チャイ、ね、ということで。3つ目分も固定もある。全然、クリエイトボタンをするだけで。これぐらい初心できるでしょということに、ここでね、ちょっとごめんないって言われてしまうと、先ちょっと、できません。ここまず、ができてください。ね、会いましたんで、カスに行きたいと。ここにね、会っていた、ここもちょっと目を通して、ロゴアップがね、コンサマイズさせて、いろんなね、カスタマイズするんですけど、カスタマー起動しがします。ね、こうやって分野に分けて、どこか消そうな気が、そんな、難しいと思います。というわけで、こちらは見させていただいて、音にします。結構ね、いろいろとね、秋がちょっとね。で、もう、ここでね、いろいろやるんです。レイアウトのとかね、書体、ボタン、体、ボタン、メニュー、ね。まず、レイアウトの、サイディフティ、ディフティ、リテーナー用のロゴを表示させるんですね。で、モバイル用なんですよね。なんかこれからそのまま使いたいですよね、ペットショップだ。で、ここね、名前だけなんかすりゃいいかな、ところなんですよ。で、まあ、サイトはね、これだったら、あ、ベリスでもいいのかな。ね。で、ここでサイトアイコンを読みます。サイトアイコン、自社アップロードしようと思います。あ、今やったな。まあ、自社のやつが入るとね。まあ、要は、ここに、タブの、左隅にですね、ちゃんとこのマークが、表示されるかされないかの違いだけなんですけどもね。まあ、これで公開というふうに。まあ、このサイトアイデンティティ、っていうのは、基本の部分ですね。はい。メインヘッダー。まあ実際ですね、今で、ダウンロード APP ですけど、まあ、そういうのがないからですね、これをどうしたもんかなと思ってるのも、まあそのままにしておきます。まあ、iPhone アプリとかね、スマホしてる場合はね、こういうのあれば、ダウンロードしていただきやすいかもわかんないですけどね。まあ、このページそのものもね、レスポンシブデザインになってますので、スマホでも十分見ていただけます。まあ、ただね、アプリを持っていく方が、してもらいやすいという傾向にそうなので、ね、どうかった。まあ、この辺、そのまま使ってもいいかなと思ってます。ブレッドクラブっていうのね、なしなど、何かって言いますと、ユーズリストのことなんです。で、ヘッダーの後に、まあ、表示ような感じですね。Google ホームページ。はい。
ホームページでは、一切出しませんと。で、あとは、表示して、これ特に左寄せが、多いの左寄せのままで。はい。これで、公開とします。で、ブログですね。ブログ&アーカイブ。この昨日のテーマにね、ちょっと似てるような作りになるんですけども、さんもね、こういう感じなんです。アストラは、さんだと思うんですけども、作りがね、この辺ね。で、このブログメタ情報ね、この、して、OK、できるみたいな。やっとこの人が分かってきたかな。まあ、ここのね、リングレイアウト、ブログスカイプのところで、性情報の表示を、オフにできる。で、これはなぜオフにしたかと言いますと、これがリンクになってますと、ワードプレスログ ID が、丸になっちゃうんですね。で、しくないということで、できるだけこれ表示しないようにさせていただいております。ただリンクになってなければ大丈夫なんですけどね。本当はあった方がいいんですよね。で、どうしましたか？こういうふうに。単一記事のトークに、カスタマイズしまい。こんな感じでね、セキュリティもよく考えて、デフォルトレイアウトサイドバーなしになってますけど、私は右サイドバーが一番、いいかなと。で、固定ページにサイドバー。ロードコードも右サイドバー。ということでね。で、フッターウィジェット、4からも選んでみたんですけどもね。で、フタバーはこういうとこをね、入れれますので、これはもうそのまましておきます。ですね。はい。この辺もね、ちょっとそのまま使ってみたいと。あとね、あるとですけども、これがどのようになったかと言いますと、このようになってしまい。で、だね、サイドバーが取っちゃったけども、このがですね、どうしたものかなというところですね。これ見る、トップページは、このレイアウトが、サイドバーなしのいいのかなこれですね。トップページは、行きましょう。更新すると、あれと、だけサイドってできます。トップページとかね、記事ページなど、までもいいんですけど、
ページはやっぱりね、サイド丸なしでいいんじゃないですか。これ、フォトにならないとダメなのかな。この辺の感覚がちょっと違うね。この辺がね、よろしくないですね。あとね、次、なんだかんだやるところも、これくらいなんですけど、あとどこで変えればいいのかなっていうところ。で、まあ、固定ページをちょっと確認しておきます。これが今ページになってますので。で、今こういう出て、ビーバービー起動してみます。まあ、こういうふうにね、してしまう。まあ、で、開くのが当たり前見ちゃうんでしょうね。ねえ。これは、こういうふうにできないのか。カスタマイズはしやすいと思いますね。こんな感じで、カスタマイズしていくような、ですね。ね。まあ、これからもね、専門的なことになっているのも、ページ、コードが、表示されていると、よろしくないです。はい。ということでね、ウィジェットをちょっと操作しますね。ね、まあ、
まあ、いうふうになったので、こういうとネタ情報をまず削除します。削除します。勝手にいいんです。アーカイブもいりません。で、コメントも、いらないでしょうと。で、他にね、何持ってくるの？スターバーセクション。ね。スターウィジェットエリア1にし、こんだけ、ウィジェットがありますのでですね、まあ、のままだとね、ウィジェットを使えるのが少ないんですけども、ジェットパックをインストールしていきますとですね、かなり、広がります。ということでね、ジェットパックを、インストールされて、スパムをブロックするために、アキスメットと連携していただいて、この、ウィジェットを、どのように使っていただいていただきたいと思います。ということでね、本人からなんですけども、このアストラル、このテーマ、いかがでしょうか？結構ね、使い勝手あると思うんですね。こういうだけじゃなくって。ケーススタディがありましたので、その中から、しっかり選んでいただけたらどうかなと思ってます。まあ、この辺をちょっともっと詳しく見ていかないと、どのように変更できるか、トップページだけではこれちょっと出したくないんだけどなっていうのが本音です。どうしても自信のない方は、熊八が優勝対応でサポートさせていただきます。熊八ラボが LINE アット始めました。ズームサポート、レンタルサーバーの初期設定無料クーポン付きのラインアットです。ワードプレスの最新情報がわかるラインアット、友達追加よろしくお願いいたします。また、ワードプレスの最新情報が動画でわかるワードプレスで自社サイトを作成チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。関連チャンネルもチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。